はい、今日はメインは足の踏み方となります。一番いい踏み方ですね、おすすめの踏み方は軽い力で大きな音が出せるっていう踏み方をおすすめしてます。もちろんなんですけども、全力で踏んで大きな音が出るっていうのはまあ当たり前なんですが、全力で踏むと例えばアーティストの方、プロの方ですね、2時間のライブを演奏しなくちゃいけなかったりするんですけど、全力で踏むとおそらく10分ぐらいでもう足が痛いとか、もう息が切れたとか、なかなか演奏が難しくなってしまうんですね。はい、で皆さんももう全力で踏みすぎるとなんかもう筋肉痛で動きませんみたいなことになったりしますので、軽い力で大きな音を出せるっていうのを覚えていただきたいと思います。はい、では、ドラムのペダル、こちらですね、ちょうど見えない位置になるんですが、こちらのフットペダル、これフットペダルという名前なんですが、このフットペダルは右側にバネがついています。そちらは左側にバネがついています。このバネがついているっていうのが一番のポイントとなります。まず、スタートポジションって呼んでるんですけど、始めの位置ですね、日本語とそのまま始めの位置です。ペダル、これをプレートって名前がつくんですが、まあ、この辺とか覚えなくて大丈夫です。重要なのは8分目あたりにつま先を置きます。そちらだとちょっと丸っぽくなっているのがあるんですが、それの上のあたりですね、丸っぽくなっている上のあたり、はい、そうです、その辺につま先を置けるようにすれば大体8分目ぐらいになってます。はい、次ですね、かかとをちょっと上げます。はい、このかかとを上げる意味はつま先に体重を乗せたいんですね。なのでつま先にこう体重が乗っていれば、かかとがこうついてなんか一見ついているような気がするっていうぐらい低くても大丈夫です。一応ダメな例は、かかとが高すぎるとふくらはぎがパンパンになりますので、これはちょっと控えた方がいいです。なるべく下の方が安定しますので、このままがおすすめになってます。で、つま先を、体重を乗せるとこの白い丸ですね、これがピタッとくっつくと思うんですね、足の体重が乗りますので、はい。で、この状態が一応スタートポジションっていう名前がついてまして、始めの位置です。はい、まあ、いろんな踏み方あるんですけども、まずはこの踏み方がおすすめとなってます。はい、でこれぴったりくっついてて、かかとが上がってて、つま先が、体重かかって8分目ですね。はい、でここから踏み方です。踏むときに全体重をかけて踏むんでもいいんですけども、これだとかなり疲れてしまいます。叩くときも踏むときも、まあ、大体全部そうなんですけども、なるべく自分の力を使わないようにして叩くと楽に演奏できるんですね。はい、ではどうすればいいかっていうと、遠心力を使います。普段このビーターですね、この白い丸はビーターって名前がついてるんですけど、このビーターはここの位置にあります。で一回くっつけた状態で離すと一瞬だけここまで来てくれるんですね。普段の位置ここです。一瞬だけここまで来てくれます。この状態から離すと、まあ、後ろに戻ってここまでですね。はい、でここに来た瞬間に踏んであげると、ここから踏むよりも遠くから踏めるんで、遠心力が効いて軽い力で大きな音が出せるって仕組みになってます。はい、じゃあ実際どのように踏むかですね。足をこのまま置きます。で大きな音を出しますね。で足を素早くももから上げて踏みます。いきます。こういう形です。なのでポイントがこの白いビーターをなるべく後ろに持ってきてあげる。はい、っていうのが、踏み方になります。じゃあ次に、よくある間違いですね。はい、なんかうまくいかないんですっていう声結構聞くんですけども、その時の状態、まあ、よくある3つ、ちょっと3つほど紹介します。1つ、これは大人の方にはないんですが、子供たちだと足を全力で上げます、はい、踏みます。そうすると音が鳴らなかったり、タイミングがずれて、ちゃんと狙った位置に音が鳴らなかったりします。はい、なので、なるべくですね、足をつま先とこのペダルをあんまり離れない方がいいです。こう大きく離れると、離れてからくっつく、くっつくから踏むっていうんで、時間差が起きてしまったりしてコントロールが難しくなるんですね。はい、とはいえ完全につくのは難しいので、大体このくらいです。こうはなってないです。まあこれは大げさな話です。これが1つですね。2つ目、これはどちらかというと大人の方に多いケースです。慎重派の方ですね、によくあるんですけども、
足をももから上げます。待ちます。踏みます。あれ音出ないな、はい、これ原因が足を上げてちゃんと一回ここまで来るんですけど、待ってしまうとだんだん戻っちゃうんですね。ここの位置に戻ってしまって、ここから踏んでるので音が出ないっていうのがあるんで、上げて休んで踏むと音が出にくくなりますので、上げたらすぐ、上げたらすぐ、イメージはなるべく、足を下にくっついてお休みしながら、必要な時に上げて踏む、休む、必要な時に上げて踏む、休むっていうのがおすすめになります。はい、あと付随してこれもダメです。慣れてくるとこういう方いらっしゃいます。足を上にして休むとここパンパンになりますので、足がパンパンになって痛くなりますので、なるべく床下の方に、足をくっつけて、必要な時に上げて踏む、はい、この時は素早く踏んであげてみてください、はい、で最後ですね、これもよくあるんですけども、このペダルよく見ると斜めにこうついてるんですね、これ、はい、なんで、車のアクセルとかブレーキのような感覚でこう踏んじゃうと、まあ、要は斜めに踏んじゃう方いらっしゃるんですね。ペダルが斜めなんで、こう斜めにこう踏んじゃうと足がどん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 前に行きます、はい、そうすると、まあ、これは足のサイズにもよるんですけども、この白いビーダーがすねに当たったりとか、はい、あとはどん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 足が前に行くんで、ここですね、両方ともチェーンではないのか、まあ先の方まで行って踏みづらくなってしまうっていうのがありますので、理想は足は真上に上げて真下に落とす、はい、そうすると足がどんどん前に行って踏みづらいってこともなくなりますので、その3つですね、繰り返しますと、まず1つ目は足を必要以上に上げるんですで2つ目は、上げたらすぐ上げて待ってしまうと音がちっちゃくなります。で3つ目は斜めに踏まない、はい、以上となります。